このようにですね、長板がついておりまして、この椅子が蓋開け閉めできるようになってたんですけども、このサイズのね、長板が、壊れてしまって新しいものがもうないんですね。なので、もうちょっと丈夫なね、この長板を、取り付けるのに、椅子の方を加工して取り付けるというふうな形でね、このサイズをこう切り込みをね広げているというふうな状態ですね。こっちの方もここまでね広げて、この長板を、ここに収めるというふうな、こういう加工をやっているところです。はい、もう片一方の方のセッティングが完了いたしましたので加工していきたいと思います。突き抜けちゃうといけないのでね、こういうふうに印をして、ドリルの方で穴を開けております。これで丈夫なのがつきましたね。